開業時の長谷川平蔵信為供養の石踏み。長谷川信為寛政7年5月19日は、江戸時代中期の旗本で、火付盗賊改方の長である、火付盗賊改役を務めた。幼名は鉄三郎、あるいは鉄次郎。家督相続後は父、長谷川信夫と同じく、平蔵を通称とした。池波正太郎の小説、鬼平犯科帳の主人公、鬼平として、日本の時代小説、時代劇ファンに知られている。延享2年、400石の旗本である、長谷川信夫の長男として生まれる。母の名は、不詳で、寛政十州書家譜には、房主と記されているが、研究家の滝川正次郎、釣り王一、西尾忠久は、信夫の領地の農民、戸村品左衛門の娘ではなかったかとしている。明和5年12月5日、23歳の時に、江戸幕府10代将軍、徳川家治に、おまみし、長谷川家の家督相続人となる。時期は不明であるが、旗本の大橋よそべ信栄の娘と結婚し、明和8年に嫡男である信義を授かっている。青年時代は、放蕩無頼の風来坊だったようで、本所の鉄などと呼ばれて恐れられたと記録にある。父の信夫は、火付盗賊改役を経て、安永元年10月に、京都西町奉行の役につき、信為も妻子と共に京都に赴く。安永2年6月22日、信夫が京都で死去した。信為は父の部下の与力、同心たちに、まあ皆さん頑張ってください。私は江戸で英傑と言われるようになってみせると豪語して、江戸に戻り、同年9月8日に30歳で、長谷川家の家督を継ぎ、小普請組、支配長田備中守の配下となった。父が貯めた金も使い果たし、遊郭へ通い詰めて当時流行りの大通と言われた粋な服装をしていたと伝えられる信為であるが、安永3年、31歳で江戸城西の丸御書院番士に任ぜられたのを振り出しに、翌年には西の丸仮御神物番として田沼意次へ届けられた、いわゆる賄賂の係となり、天明4年、39歳で西の丸御書院番御徒頭、天明6年、41歳で、番方最高位である御先手組弓頭に任ぜられ、順調に出世していった。火付盗賊改役に任ぜられたのは天明7年9月9日、42歳の時である。寛政の改革で人足寄せ場の建設を立案し、石川島人足寄せ場の設立などで功績を挙げた。しかしこの時、上司である老中主座、松平定信に、予算の増額を訴え出たが受け入れられず、やむなく、信為は幕府から預かった資金を銭相場に投じるという方法で資金を得る。辣腕とも言えなくはないが、当時の道徳的には認められるようなものではなく、またこのような手法は、かつての田沼意次を思い起こさせるようなものであり、このため意次を毛嫌いしていた定信とは折り合いが悪かった。定信は、自伝、右下人間においてあえて名を呼ばず、長谷川坊とまで記し、功績は認めたものの、山師などと言われとかくの評判のある人物だと述べたほどであった。また前述のように清廉潔白というわけでもなかったので、吉野察しによると、長谷川平蔵のようなものをなんで火薬に仰せつけるのかと同僚の旗本たちは、口々に不満を訴えたという。寛政元年4月、関八州を荒らし回っていた、台東、新東、徳次郎一味を一網打尽にし、その有名を天下に響き渡らせる。また、寛政3年5月3日には、江戸市中で強盗及び婦女暴行を繰り返していた、凶悪盗賊団の首領、青井小僧を逮捕、斬首した。逮捕後わずか10日という異例の速さで処刑している。非常に有能だが、幕閣や同僚からはあまり信頼されていなかったようで、出世はままならなかった。しかし的確で人情味あふれる仕事ぶりに、庶民からは、本所の平蔵様、今、大岡と呼ばれ、非常に人気があった。信為も出世できないことを愚痴っていることもあったが、越中伝の信頼だけが、心の支えと勤務に励んでいたという。寛政7年、8年間勤め上げた。火付盗賊改役の御役御免を申し出て、認められた3ヶ月後に死去した。死の直前、11代将軍、家斉から年頃なねぎらいの言葉を受け、後期役、軽玉功を下賜されている。東京都新宿区、須賀町の戒行寺に供養碑がある。戒名は、開雲院殿、興園寺明子寺。長谷川家の家督は、嫡子信義が継いだ。次男、少尉は、長谷川正光の養子となった。なお、長谷川信為の住居跡には、数十年後に、江戸町奉行となる、遠山景元が居を構えた。池波正太郎の小説、鬼平犯科帳、及び、それを原作とした、テレビドラマ、漫画、テレビアニメーションの主人公として知られている。鬼平における人物像については、鬼平犯科帳の登場人物を参照。テレビドラマ版で、長谷川平蔵を演じた俳優には、八代目、松本幸四郎、丹波哲郎、萬屋錦之介、二代目、中村吉右衛門がおり、池波は八代目、松本幸四郎をモデルに平蔵の人物像を作り上げた。ありがとうございます。